こんな感じのロケーションです。で、あっちが富士山かな、多分。はい、皆さんお久しぶりです。浅野の時間です。本日はこちら、そう、今日ね、髪の毛のネタじゃなくて、初めての浅野キャンプしてみます動画撮りたいと思いますんで、はい、初めてなんでちょっとね、何をやったらいいかわかんないんですけど、今日はね、素敵な紅葉、見えないかな、見えないかな、紅葉ないね、はい、紅葉シーズンにちょっとキャンプやりたいと思いますので、ここにね、設営して、湖見ながら、山中湖です、ここ山中湖で、向こうには富士山です、向こうには富士山です、ちょっと雲に隠れて見えないけど、はい、富士山、そういうちょっと絶景ロケーションの場所で初めてのちょっとキャンプをやりたいと思いますので、どうぞお付き合いください。荷物こちらです。2人分でこのぐらい、ちょっと何持ってきていいかわかんないからさ何持ってきていいかわかんないから、はい、こんな感じになってます。ちょっとこれから設営していきますね。これをね、入れるのも大変だし下ろすのも大変だからね、もうこれだけだともう引っ越しと一緒なんで、はい、やりたいと思います。はい。コタロー。チャチャ。チャチャ。チャチャくん。こっち向いて。チャチャ。全然無感。え、違うよ。だってそれ下になんか引くじゃん。え、テントの中に引くんじゃないの？違うじゃん。汚れないように下に引くって言ってたじゃん。先に引くの？うん。なんだっけ引くやつ。あ、これだ。こっちゃん。こっちゃん。これか。これね。これね。合ってるよね。前は、うん、ハンモックいつね、転がるの終わったら熱い、指が、うん、うん、前よ、もう麺伸びてきたね、もう、うん、早く食べないとだから、うん、うん、前はうん、食べて、多分合ってないと思う、それ。あ、なんかちょっとピンってなった。それしか開かないの？全然開かないじゃん。止めたら。止めたら開かないじゃん、ここ。こういう感じ？出れないじゃん。出れない、これ。ここダメなのかな？酸素不足で死にそう。いや、あら。あらだよ。なんかちっちゃくな。できたから、でこれでピンって貼るんだったら、ここ、ここを買って、ピンって貼るのかって。うん。よし。どう？いい感じ。でも出口なんか。出口がちょっと止めちゃダメなのかな、あれ。よくわかんないんだよ、どこからいい。YouTube 見ないと。そっか。ミカがそれやったところ俺があれで言ってた。ピンと張ったところで対角線上これがあるんだよな。こっちか。その下はこの
足りなかったらここで調整するの。ここで、うん、分かる、うん、また娘を変えればいいってことでしょ。違うよ、ここを、うん、こうこうやってると長くなってくる、うん、ここ近づけると短くなる、うんうん、こうやってやる。あっ何結びすればいいのこれ。完成。1時間ぐらいかかってます。15分で建てられるやつを1時間ぐらいかかってるよね。どんまい、うん、いい感じに、もういい感じにちゃんとハリハリにできました。おじいちゃん高いね。もうくつろいてるじゃん、ね、ほらね、準備したのもうね、ご飯の準備とかしたらもう寝ようとしてるけど、試しにさ、どんな感じかなと思って。いい感じ。風に当たってる。燃えてってるよ。閉めて。実際に点火するか試してみます。これ。これ外すんじゃないか。これを。ああ、では試してみます。無事にランタン点火しました。マントルですので、皆さん取り扱いには十分注意してください。マントルの空焼き、皆さんもこのスーツ一緒に。さっきは大丈夫なのかな。大丈夫です。本当？うん。ね。で左に回して。左に回した？あ、そうそう。あ、ついたじゃん。これ。合ってる、合ってるよ。合ってる？うん。怖いね。ついたね。ついたよ。ついたね。どういうとこでいいんだろう。多分それ置いとけばいいんじゃない。
軽いやつ上からのがいいんじゃない？汚い。なんか普通に不老者の家みたいになってるんだけど。映えとか全然ないんだけど。ねえ、やばくない？ミルフィーユ鍋ですね。まだだけど、うん、キャンプといえば焚き火ね。焚き火だけどさ、もうね、このさっきからさ見て、この料理たち焚き火のはずなのにさ、もうバーベキューみたいになってるから、ほらね、こういうやつ、こうって熱くないの？熱くないよ、いけるよ、ほら見て、ほら優秀、この手袋優秀よ、ほらここまで守ってくれるから、ほら、うん、すごい山であるじゃん、ね、これもうさ、あと3本で見て、あと3本でもうないの、夕方6時の時点で。やばくない？やばいもん。やばくない？ナスがさ、うん、熱くない？本当に。やばい。やばい。ほら。それ風に使うものなの、その手袋。いや、いけるから、これ耐熱用だから、だって火、うん、にあれしてるかどうか知らないけど。トングいらないじゃん、うん、トングいらなかった、結局トングあるけどさ、うん、これはこれあればもう完璧だもん、だってこのままいけるから、うん、なんか危ない、慣れてきたらこうやって、危ない、危ない、目がいい、いい感じだよ、ほら、でもほとんど炭になっちゃった、買ってくる、まだやってるかな、焚き火6時までだよ、6時まで、うん、あそこの先のとこ、うん、もうダメじゃん、じゃんね、最高だね、ね、ナスなくなっちゃいいの、俺が食べちゃってるけど、もう炭触ったやつで、このキャンプ向きだよね、向いてると思う、自分で、いや、向いてると思う、うん、寒い、寒くない、全く、今気温何度だろうね、ね、2度ぐらいかな、焚き火があるからあったかいんだよでもこっち電気毛布もさ、うん、電気カーペットもあるよ、こっち側は、うん、玉ねぎさっきの食べてみてから、絶対美味しくない、これ、うわ、これ来た、見て見て、これこれ絶対、これ絶対だから、ほらやばい、生じゃない、ちょっと生じゃん、まーゆ、あ、な、落っこっちゃう、刺さっていくから、はい、うん、うまいよ、生でしょ、でもなんかシャキシャキしてるよ、え、シャキシャキしてる、いや、うん、はは、肉食べないの、肉全部アルミじゃん、ひだくん、かわいい、うん、
いい、ほら。何それ。壊れる。いい感じ、ほら。いい感じ、ほら。あ、もう寝れる、これで。寝れそう？もう寝れるよ。何それ？変なの。変だよ。何が変？なんでハンモック食うやつでしょ。変なの。ハンモックって食うやつじゃないの。え、なんかすごい変だよ。もうちょっと張った方がいいんじゃない？え？もうちょっと張ってみな。もうちょっと張ってみなよ。もうちょっと張った方がいい。やばい。多分ね、これがね、もうちょっと上に。うん、こっちちょっと下げた方がいい。いやいや、それでいいね。それでいい、それでいい。うん、結構高いよ。でもいいんだよ。どう、ほら、あ、いい、いい。どう、いい。足が上、足が上だ。足上だよ。すごい。何、足が上ってこういうもんじゃないの。なんかすごい足上じゃない、それ。なんか確かにもうちょっと足下じゃない。だからそっち下げようとしたじゃん。ねえ、下げようとしたじゃん。上がもっと上なんじゃん。こっちはこっちで、こっちがもうちょっと上。そうそう、意外と下がるんだね、重いから。やっぱ、うん、そう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 。切れないのかな、それ。危ない。どう、どう。でもやっぱ足、あ、いい、いいんじゃない。こんな感じ。どう、合ってる。足上だけどね、ちょっと。足上になるじゃない、多分。ケツが下になるから、そのまま。確かに。そうでしょ。すごいいいお家よ。家のベッドよりいいかもしれない。じゃあそこで寝れば今日。確かに寝れるかもしれない。投資してるかもしれない。揺れてるね、ちょっと。いい感じ、いい感じ。星は？星。星？うん。電気消さないと見えないね。何もない？明るい。明るいんだ。こっち側が明るくて見えない。暗い、暗い、真っ暗。真っ暗だよ。でもほら、下ブレーキついてるから。うん、どう、いい感じ。寒い、寒いよ。なんか変だよ。何よ。あ、変だ。変じゃないでしょ。見れば分かる、変だから。よくやちょっと寝転がってみよう。眠くなってるじゃん。しゅうくんは来てみなよ。そこ犬禁止なんだって。え？犬禁止。どこ？その上。ハモか？うん。へえ。いやー、バイクイアうまい。甘いものって美味しいよね。ないよ、もう一回やってみなよ。出てないから全然。焦る、焦ったの。全然出てない。もう一回やって。出てないよ。出てんの。これを見て癒されるんでしょ。また全部電気消した方がいいんだろうね。なんでだって。してみなよ、その上のやつ。さっき消したじゃん、暗いとか言って。もう一回消してみて、その火を見てなかった。どう。あー、いいかも。確かにいいかもね、うん、火を見るとしたら、うん。火を見るとしたらいいのかもしれない。本当、うん、作業のしづらさっていうのはあるけど。確かに。いいでしょ。いいかも、いいかも。お、いいよ、いいよ。海鮮も食べてます。最高だな。最高だ。
ったよ。はい、朝ですって言って、せーの、はい、朝だよ、おはようみんな、おはようみんな、やばいね、やばい、見てこの景色、見てこの景色、すごくない？この景色やばくない？見て、向こう富士山、やばくない？やばくない？やばくない？やばいね。こっちゃん。凍りつく指が。あ、自分たちの。うん。今何度なんだろう。超寒くない？ヘビだね。多すぎだよ入れんの。朝からヘビだね。はい。チーズ。チキンライスみたいになってる。チキン確かに。チキンライス。チキンライスのタコライス。タコライスみたいになってる、ね。確かに。何？すごい量。それ挟まんの？挟まるか試し。全部出るよ。試してみよう。試してみよう。うわ。ほら出てるもん。ほら。それ全部周り焦げるからさ。こんな感じでどう？周り焦げるから取った方がいいんじゃない？うん、ほら下に落ちてる。オッケー。食べてる。うん。うん、どう？まあもうこの時点でうまい。ただの卵じゃん。これ絶対熱そうだよねこのコップ。よし。食べないほら。うん。うん。よし、うまそう。はい、食べて。ほら丸焦げだ、後ろ。うん、うまっ。え、想像以上にうまいんだけど。うん、焦げちゃうよ。うん、よし、片付け開始ですね。片付け開始。負傷しまくり。よいしょ。寝袋もっとコンパクトだったのになんか、もう急に太って帰ってきた人みたいになっちゃったよ。本当はもっとちっちゃくなんだよ、これ。どうやってしまうんだ？動画だよ。動画？あの絶景撮った？見てよ。だからそのザ・パークって。映して。絶景。雲がすごい綺麗。いい感じです。あっちゃん。あっちゃん。おはよう。寒い？
煙臭い。うん、煙臭いよ。ここのカフェ良さすぎる。酒だね。パンケーキ美味しそうだな。ちょっと炭酸パン食べ過ぎたからさ、パンケーキ食べれないでしょ。あのさ、パン食べ過ぎたからさ、ちょっともう腹いっぱいなんだよね。どうすんの？見て、見て、見て。食べ物で遊ばないで。違う、見て欲しかっただけ。本当？映さないで。ちゃちゃがベロベロしてるよ、ほら。ほら、卵みたい。ちゃちゃがベロベロしてる。We'll be right back.